岡県内は今朝、西高東低の冬型の気圧配置の影響で寒気が流れ込み、この時期らしい寒さとなりました。福岡市天神では首にマフラーを巻くなど防寒対策をして足早に出勤する人の姿が見られました。めっちゃ寒いです。いや、まだマフラーが最後の砦で、すごい寒くて久しぶりにマフラーつけました、福岡県内の今朝の最低気温は八女市黒木町で 2.8 度と最も低く、久留米市で 5.2 度、福岡市で 8.4 度など暖かかった先週に比べて冬らしい寒さとなりました。日中も雲に覆われる時間が長く、最高気温も12度から13度と平年より2度前後低い予想です。明日以降、日中の気温は上がりますが、週末にかけて再び平年並みの寒さとなる見込みです。